この出前授業は美作広域森林組合が岡山県北の小中学校など120校で行うものです。このうち鏡野町の鶴木小学校では6年生9人が敷地内の森林に赤松や黒金餅などの苗木3本を植えました。同じ種類の木は全国植樹祭の当日に天皇皇后両陛下がお手植えされます。とても誇らしい気持ちで植えました。もっと大きくぐんぐん育ってソメイヨシノなどでいい花を咲かせてもらいたいなと思いました。ヒノキの本当に生産地ということで全国的に有名なところでございまして、そういったことも合わせて PR していければなというふうに思っています。全国植樹祭は来年5月26日岡山市北区のジップアリーナ岡山で式典が行われます。